今日はいつもと違う場所。今日はもう完全に夕焼けだけということで、川の土手、やっぱり目の前に建物がないと夕焼け夕日は撮りやすいと思うんで、今日はこっちに来ました。もう今日いきなり座ってますけど、もうアイスコーヒーなんか買っちゃって、もうここに来るまでにすでに散歩したぐらいの距離を歩いてるんでまあ今日は土手を歩かなくてもいいだろうっていうことで、あと内蔵マイク、今日内蔵マイクにあのスポンジモフモフをつけたんで、土手はだいたい風吹いてるじゃないですか。まあそれがどんなもんかっていうのも試しつつ、まあこれ使えたら一番いいんでね、今日はそんなに強風でもないから、今日はそんなに風もないから行ける気がしてます。今日は夕焼け撮りなのでレンズ持ってきました。土手はね、あの公園よりも景色が変わらないんで、まあ、この場所から動いてないですけど、まあ、撮れ高は、まあ、こんなもんですよ。それでは今日はこの辺で。